こんばんは、ピヌさんです。バイオハザード7、ノットアヒーローやります。よろしくお願いします。早速、プレイしちゃいましょう。カジュアル。ラーキングフィア作戦とは？準備はいいか。もう始めるぞ。これ以上待てねえよ。俺たちにはやることがあるんだ。ルーカスを動かすわけではなく、多分クリア後の世界ですよね。ああ、イーサン・ウィンターズを保護した。彼はもう心配ない。ルーカス・ベイカーは彼がコネクションへの唯一の鍵です。次は奴を追う。ルーカスって死んでなかったのか。鉱山内部に入った。こちら本部、通信は良好です。鉱山内はルーカスがアジトに改造した模様。なお先行した隊員との連絡が途絶えています。消えたのは何人だ？3名です。交信が断たれたのはその先のラボ付近です。まずはそこを調べてください。了解。ラボね。ルーカスを確保する。3名の先行隊員を捜索する。いっぱい持ってんな。アンブレラの疑念。作戦要項。あ、読める。ラーキングフィア作戦、作戦要項、作戦目的、ルーカス・ベイカーの確保。想定敵戦力、禁止生物、モールデッド。その他、殺傷性、非殺傷性トラップ。尾行、本作戦においては情報不足から不確定要素が多いことを考慮し、BSAA から対 BOW オペレーションの作戦顧問としてクリス・レッドフィールドが参加する。更新、ルーカス・ベイカーはベイカー邸付近の廃鉱山に潜伏中との情報あり、作戦領域を廃鉱山内に変更する。補足情報、ルーカス・ベイカー。調査部の通信傍受により犯罪組織コネクションに所属、もしくは協力関係にあると目される。コネクションの情報を持つ重要参考人である。補足情報、コネクション。生物兵器の闇市場で世界的に暗躍する犯罪組織。規模、拠点、構成員などすべて不明。生物兵器 E 型被験体の製造販売に関わった疑いが強い。現在は被験体の一体エブリンがベイカー邸に潜伏中。ルーカス・ベイカーに監視させ活動データ収集中とみられる。黒幕だ。アンブレラの理念。本作戦からの参加となる隊員も多いため、ここに改めて我々アンブレラの理念を記す。PMC としての創設は2007年。製薬企業として悪名高いアンブレラ退職者により結成された。そうなんだ。目的はアンブレラの罪の清算、つまり生物兵器の根絶である。我々の使命は全世界に拡散した BOW を打ち滅ぼし、さらに BOW 災害を生み出そうとする輩を捕らえ、一掃することである。我々は皆過去の罪と戦っている。企業名にあえて呪われたアンブレラの名を冠したのも、その贖罪の意志の表れである。作戦に関わる者にはその理念に準ずる覚悟を持ってほしい以上。よし、行くか。ここあれか。要はEさんが最初に来たところかな。多分そうだな。
お。強いな。ひるました敵は殴り飛ばすことができる。そうなの。その情報必要？ん？おっと近い。武器を構えず殴る。RT か。殴らなくてもいいんだったらもう殴らないと弾が、おっと弾あれなんかな、多いな。なんか殴らせたがってるな。こんなところで何の研究をしてるんだ。まだ詳細は不明ですが、どうやら E 型特異菌の培養実験をしていたようです。行方不明の隊員が巻き込まれてないといいが。もう行っちゃっていいかな。アイテムとか落ちてないような気がする。お、今助けてやるぞ。やめろ、もう手遅れだ。二人でここから出るんだ。残念だね。なんだ。そうはいかねえよ。ふざけやがって。そいつはやめた方がいいな。くそ。まあそいつを無理に外してもいいが、おすすめはしねえぞ。俺の手が滑れば。ルーカス、待て。ルーカンだ。おっと。いいか、よく聞けクリス。こっからさっさと引き上げれば、てめえの首が吹っ飛ぶこともねえ。それはお仲間の兵士どもも同じことだ。分かってる。とっとと消えない。おお、くそ。空気中の胞子を探知。E 型菌のようです。マスクが自動で機密モードになりますので、酸素残量に注意してください。これ先に行くしかないよな。一度戻って腕の爆弾を解除しては。時間がない。戻れば奴の思うツボだ。わかりました。気をつけてください。行っていいのか。な？回復アンプル。あ、これはあれか。本当に回復か。ああ、本編で行けなかったここが行けるようになるんだ。マジか。こういう汚染領域を行ったり来たりするわけだね。エレベーターホール。酸素は残り 50%。 酸素の残量に注意して。やばいね。クリス、傍受した通信の解析結果が出ました。やはりルーカスはエブリンの監視データをコネクションに報告していたようです。
悲劇を繰り返さないよう必ず彼の確保を。やつを取り込みたいんじゃないのか。もうこの話はしたはず。 BSAA は納得して俺を派遣したんだろう。だが俺はアンブレラの名を信用などできない。気持ちはわかりますが、聞いてください。確かにかつてのアンブレラに所属していたメンバーも多いですが、今残っているのは名前だけ。とにかく任務に集中してください。この話は戻ってからにしましょう。いい？ああ、わかった。うわ、広いな。ちょ、セーブは出てきたけど、3箇所行けるわけだ。まあセーブするか。ああ、何かを探してくるわけだね。開くかな。広いなぁ、ちょっと。あ、謎解きっぽいね、ここも。まあそうでしょうね。高性能フィルターが必要。っていうことはここは違うんだ。まだ来ないんだな。コイン。手榴弾。ここはでっかいセーフルームなんだ。暗い。アイテムボックスの中はカラーですね。まあ、これいらないわ。開かないか。お、味方。おい、大丈夫か。レッドフィールドか。待ってろ、鍵を探してそこから出してやるからな。開く？開いた。え？登ってるな。仕掛けがあるんだな、この感じは。謎解きか。いや、待って、いる。
何体いんの。さすがに無限湧きはしないだろうけど、いやー無限湧きすんのかな。え、無限湧きするこれ。そうなん。やべ、外した。いるな。あ、クリア。回復アンプル。ん？いるな。音がするな。回復アンプル今日持っていた。たま。たまっすよね。キー。ん？おお。くそ。まあでしょうね。ちょっとアイテムを。神経グレネード。フランク。ああ、アイテム探そう。深刻な弾不足になりそうだな、これは。アイテムなぁ、ないなぁ、多分ある。助かる。まあ、これでクリアか。まあ、一応ね、奥部屋ありますけども。歯車。これでいいだろう。待ってでっかいの出てきた。こいつは一体何だ。わかりません。新型のようです。十分注意してください。え、知らねえの。マジで言ってる。どうすればいい。再生を阻止するラムロットガンがあればいいのですが、今撤退してください。は？弾無駄遣いした。待って、ラムロットガン。ちょっと深刻な弾不足なんですけど。どっから来たっけ？一応巻いたかな。
るほど、出てこれないようには一応なってるんだ。もう大丈夫だぞ。これが奴の狙いだ。俺は餌だ。あんたは罠にかかった。何？くそ。俺のマスクのフィルターを使え。早く。それじゃお前が。いや、いいんだ。どうせ助からない。そいつの言う通りだ。よく見とけよ。やめてくれ。頼む。助けてくれ。やめろ。高性能フィルター。うん、OKOK。 これでまあ行けるところは増えましたね。あー、なるほどね。ここもちょっとやばくはなってんだ。よし、じゃあ一番最初ルーカスのやつめ、絶対に許さんぞ。行ったとこ行きますか。目的はあくまで確保です。ああ、分かってる。平気だね。これは鍵かかってんだろうな。でしょうね。弾補充したいな。うわー、ちょっと視界が悪い。ん？グレネードいるな。一体かな。あいつダメなやつだよね。じゃあなんか行くところあれじゃん。あ、でもなんだっけ、グレネードで、ん、どれだっけ。あー、これか。いや違うな、なんかグレネードを取ったような気がするんだけど、取ってないか。あれ？取らなかったっけ？ショットガンの弾？まあいいや、ここじゃないんだな。右往左往してますね、ほんと。ここだ、あとね。暗視デバイスが必要？まあここか。でもあいつ攻撃が効かないから、まあ手榴弾か何かで足止めして横をすり抜けるっていうことか。
もういるかな。開かないか。開いた。え、ダメだ。あれ、いなくなってるぞ。いきなり出てくるかな。あ、来そう。あ、なんだ、もうルート一本道だ。ん、アイテムボックス的な。神経グレネード、あ、なんか敵いなくな…お、いたいたいた、待ってね、あれ、あ、ダメなやつだ。嘘、危ない。出てきた。暗いな。うわっ、ダメだ。暗い。予備電源室、ショットガンの弾、暗視デバイス。はい、暗視デバイスについて、アンブレラ HMD システムの暗視機能を拡張するためのデバイスユニット。わずかな光源を増幅することで夜間や暗所でも視界を確保できるほか、赤外線などの不可視光線を観測する機能も有する。なるほど。あ、これじゃん。そのラムロッド弾で白いモールデッドも殺せるはずです。よし。ラムロッド再生阻害弾について、通常の攻撃手段では有効なダメージを与えられない高い再生能力を持つ BOW との戦闘を想定して開発されたハンドガンにも使用する特殊な弾薬。打ち込んだ対象の組織細胞に作用、自己修復再生能力を阻害することにより、以降通常の攻撃でも通用するようになる。ああ、そうなんだ。これで、これでラムロッド弾入ったか。ラムロッド撃ってからみたいな感じで、ああ、この奥もあるね。武器切り替えないといけないのか。ん？グレネード。アイテム、ちょっと、しっかり確保しないとやられちゃうからな。何？なんだ？待っていい。アイテムがあるわけじゃないんだ。アイテムあるな。グレネード。え、これ落ちたら死ぬかな。行くのかな、それとも。行くか。っぽいんだけどね。うんうんうん、なんだこれ。
これなんか組み合わせか。全部スイッチオンか全部切るかどっちかだな。全部切ってみようか。これなんか謎解きだ。後で来るんだな。あるね。真ん中だけ落とすんだ。オッケー。おっと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 。どうも。